여러분좋은아침입니다지금은9시고요곧있으면은토모가도착을한다고해가지고지금기다리고있습니다진짜아픈왕여드름생겼었는데지금나아가고있는와중이에요너무잠이오네요소파에서좀잠을깨고있습니다토모올때까지편집을좀해볼까싶어서책상에앉았습니다뜨거운난데네이버티켓따로보내는데안그럴수가나이셨다여러분토모가왔습니다안녕하세요안녕여러분드디어유연씨같이네스트롱스할수있는날이가네왔어요지금아르크바셔만아있네소요아니근데진짜시카타가나요これは소服가まずありすぎて入らない だから今日ね意見も行くんですけど네옷장안에넣을수있는그런옷장가오と思いますよ옷장하나살까싶어요좀있으면어머니가오셔가지고같이이케아를갈거거든요빨리청소하고준비하고가보도록하겠습니다전서시작 토모는먼지알레르기가있어가지고무리야소지스키야노니大丈夫ね。あれこれでいいかな。これあれ見たトモのチクトク。いや、プロレクシーの。なんでプロレクシーやねん。あんな顔で乗せようと思った。よかったよ。よくないよ。あの何言って。Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, wipe, wipe. どうした最悪。頑張ってる中。次はね、皆さん、机の上片付けていきます。양치했고이제세수를해줄겁니다저는아침에는그냥물세수를해줘요다음은는유인씨는나한테는뭐죠화장품락오오とりあえずここを掃除していきたいと思いますユイン씨のねいや汚すぎるやろユイン씨のこれをここを片付けていきたいと思います。もう僕いつもここ片付けてるんでね。もう超早いですよ。もう手がもうめっちゃ慣れてる。どんだけリップあるん？マジでユンシー何個唇あるんですか？ユンシー、ホンゲー、イビル、いっすよ。いいオッケー。まあこんな感じですよね。でもね、ユン氏のね、いつもこのね、僕のいいよろしむ半秒でね、ぶち壊していきます。まあそれもまたね、可愛さの一つだと僕は思っているんですが、次も掃除していきたいと思います。
자 이렇게 물세수까지 해줬고요. 지금 톰한테 갔다 온다고 물이 다 말라버렸는데 지금 여기 보이시나요 여러분? 여드름이 아니라 상처입니다. 상처. 비 오는 날 자전거 타다가 대자로 넘어져가지고 바닥이랑 턱에 이렇게 탁 찧어가지고 이렇게 상처가 생겼거든요. 그리고 이것뿐만 아니라 지금 피부가 난리예요. 난리. 아 지금 딱 여드름이 생길 그 시기라가지고 이마에 여드름이 엄청나게 생기고 있는데 원래는 한두 개 생기고 말았는데 이번에 굉장히 많이 생기고 있거든요. 어쨌든 간에 지금 청소도 다 끝나가가지고 어머니께서도 출발을 하 것 같길래 빠르게 준비를 해보도록 하겠습니다. 제가 요즘 세수를 하고 가장 먼저 해주는 것이 바로 이 메디힐 워터마이드 포어 타이트닝 에센스 패드입니다. 제가 진짜 오랫동안 메디힐을 사용을 하고 있거든요. 메디힐이 원래 수분 맛집 팩으로 되게 유명하잖아요. 제가 진짜 뭐 거의 대학교 2학년 때부터 썼나? 어학연수 갔을 때나 일본으로 워홀 갔을 때나 그리고 이번에 입국할 때도 뭐 외국에 길게 나간다고 하면은 진짜 몇십 개씩 1년치 쟁여가지고 가지고 오던 게 이 메디힐 제품인데 그 메디힐에서 이번에 이런 에센스 패드가 나왔다고 하더라고요. 원래 저는 중요한 날이나 뭐 촬영 전날이나 아니면 여행 갔을 때 무조건 이렇게 자기 전에 팩을 해주고 했었는데 뭐 저녁에 바쁘거나 아니면 까먹을 때가 있잖아요. 그럴 때 좀 아침에도 관리를 해줄 수 있는 게 있었으면 좋겠다 했었는데 이 메디힐 패드가 바로 그렇게 패드부터 팩까지 한 번에 해결 가능하게 나왔다고 하더라고요. 일단 한번 바로 붙여볼까요? 근데 이 패드가 진짜 혁명인 게 여러분 에센스가 거의 이까지 차 있어요. 제가 여러 패드를 사용을 해봤지만 보통 거의 이 정도까지거든요. 근데 이까지 차 있어. 그래가지고 뚜껑 열 때 굉장히 조심을 해야 돼요. 제가 테스트용 열 때는 이렇게 에센스가 많은지 모르고 이렇게 막 기울으면서 마음대로 팍 열다가 그 아까운 에센스를 제가 엄청 쏟았었거든요. 이번에는 굉장히 조심조심하게 열고 있습니다. 거의 쏘들랑 말랑 하고 있어. 보시면은 앞면은 이렇게 엠보싱 면이고 뒷면은 되게 부드러운 면으로 돼 있거든요. 보통 이렇게 두 개만 붙이는데 오늘은 특별히 이마까지 붙여주겠습니다. 풀 메이크업 하기 전에 제가 자주 이렇게 해주거든요. 3-4분 정도 기다려줄 건데 보통 저는 기다리면서 이렇게 노래 한 곡 땡겨주면은 딱 시간이 잘 맞더라고요. 요즘 근데 진짜 패드가 너무 잘 나오잖아요. 저도 여러 가지 브랜드의 패드를 사용을 해보았는데 이 메디힐 패드가 진짜 좋았던 게 수분뿐만이 아니라 저의 정말 큰 고민이 모공까지 케어를 해줄 수 있다는 점이 정말 저는 마음에 드는 부분이었거든요. 제가 진짜 이 제품을 진짜 출시 전부터 테스트로 받아가지고 계속 사용 중인 제품인데 제가 백신 1차 맞고 열 엄청 올라가지고 되게 피부 뒤집어지고 막 난리가 났다고 했었잖아요. 그때 엄청나게 넓어진 저의 모공을 관리를 해주었던 게 바로 이 포어 타이트닝 패드거든요. 사실 뭐 수분감을 채워주고 피부결을 관리해주는 제품은 되게 많잖아요. 근데 이 제품은 수분감을 채워주면서 모공까지 이렇게 단단하게 한 번에 끝낼 수 있는 뭐 일석이조 정말 이렇게 팩들을 해주고 나면은 수분감은 물론이고 모공까지 쫀쫀해지는 그런 느낌. 저 혼자 그렇게 느끼는 게 아니라 임상으로도 증명된 찐 모공 패드라고 하더라고요. 진짜 아까 에센스 이 끝까지 이렇게 차 있는 거 보셨죠? 정말 수분 맛집답게 워터풀 3배로 수분이 가득 머금어져 있는 것을 눈으로도 확인을 할 수 있습니다. 일단 바로 떼볼게요. 지금 3분이 넘었는데 저는 이렇게 쓸어줍니다. 목이랑 귀 뒤까지 이렇게 엠보싱 면으로 닦아주면 됩니다. 이 수분이 가득가득한 이게 보이시죠? 지금은 좀 팩대를 해줘가지고 좀 괜찮은데 원래 되게 홍조가 있는 피부거든요. 특히 이렇게 더울 때는 막 홍조가 더 심해지곤 하는데 그럴 때 이렇게 딱 붙여주면서 쿨링감도 줄 수 있다는 점이 굉장히 만족스러웠답니다. 전 진짜 메디힐을 오래 쓰고 있는 만큼 진짜 믿고 쓰는 메디힐인 것 같습니다. 지금 올리브영에서 단독으로 판매가 되고 있다고 하니까 저처럼 수분감도 채워주면 모공도 관리하고 싶다 하시는 분들은 참고를 해주시면 좋을 것 같아요. 그 다음은 이 닥터지 수분 크림으로 발라주면 모닝 케어 끝입니다. 다 써가지고 원래 저는 아침에 굉장히 가볍게 스킨케어를 해주는 편이거든요. 그래서 이런 수분 크림도 안 바르고 쫀득쫀득한 토너로 이렇게 스킨케어를 해주고 했었는데 요즘에는 제가 피부가 건조해졌는지 좀 그것만으로는 좀 건조하다고 생각이 들어가지고 수분 크림을 가볍게 이렇게 발라주고 있습니다. 스킨케어 끝이에요. 청소를 마친 토모가 여기 있고요. 토모짱님을 저도 두께 대항해 왔다. 스케쌤인. 와 수분이 너무 많아. 어우 대박이죠. 야봐 구비니 두께 대 구비니. 일본에서네. 너무네 인기가. 인기가. 너무 많아. 이 브랜드 일본에서 유명하다고 했더라.
トモが普通に夢じゃなくてそれしか知らないって言ってた。そうよ、このミニヒージョのパックあるじゃないですか、うん、もうあれレジェンドなんですよ。で私が去年もめちゃくちゃ送ってた宅配。そう私よりトモがもっと頑張ってあのパックを使って、そうね、機能もしたよ、機能もしてるこれはどうでした、どうでしたか使って。そうなんです、ユンちゃんにねこれ一つもらってね、一つ使ってたらほんまにね、これなんていうの、何なんかマットっていうか、え、どういうこと、そうなんか整理された、ね、とりあえずめっちゃなんか綺麗なんですよ、なんかツルンみたいな、ツルツルの石みたいにアンパンマンは君さ、何それ、え、アンパンマンじゃん、知らないよ、でもアンパンマンじゃねこれ、お母さんの子らしい、もうすぐやる、1時半って言ってそっから既読ついて終わったってことでね、ちょっと今からこれをつけながらイケアに行こうと思います。これその前にちょっと測ってきますね、長さをね、肌が剥がすみたいな、ということでひじゃ、え、ゆいちゃん見てくれんかった、何がっていうことでやろぶん、ひじゃもれんほら団子やん、1個消えた首に貼ってたの2枚、横で、え、ガチどこ行った、無双。トモもでもアイロンしてないといけないんじゃない？そう。掃除するからどうせ汗かくかなと思ったけど汗全然かけなかった。とりあえずまず測りますね。もうちょっとしたらわざわざ来るんです。たくさんってことでよろしいね。ああマジ引っ越した。もうや無理。この家諦めたい。広さ的にはまあいいんじゃない？いいと思うんですけど。そう広さはいいね。置く場所は見事に、ね、ちょっと中途半端な、ね、曖昧な空洞거든요지금집이준비했어요바다이다요안에これなくならない。いつも遅いあんたは早くつけなさい。さすがに同じ失敗繰り返してます。おお、めっちゃぽいな。見て。おもれって。ああ、ジジイ、確かに忘れたよ。え、めっちゃ広いやん。まずローストビーフをおすすめしております。アイスとの相性。すごい、かわいい、ハロウィン、え、ハロウィン、かわいい、食べてみる、2個ダメよ、かわいい、こっちの方が何でしょ、でもこれはもっとハロウィンっぽいやどっちする、え、すごいすごい、何食べる、え、うまそうなやついっぱいある、食べる、イケア鶴浜では、うまそう、え、これめっちゃうまそう、うまそう、ハム、これ何でかい、すごい、ハロウィンやん、え、面白い、こんなあると思えんかった、なにこれ、カラフルゼリー、カラフルジェリーそのままやな、なにめっちゃ、あと1個ダメ、やったー爆買いお店みたい、あー美味しそう、ちょっと見たことない、あ、見たことない、そう、
あ、これうまい、これうまい。もうなんかこれから歩くのが嫌になってきた。ラムネみたいな。かわいい。どこがかわいい。全部根の胃の長。トモが頑張ったの。これでしょ、これ。ああ、もう引っ越したい。こういうのあるいるんじゃない？なんかもっと高いやつがいる。どこに置くんよこんな。これ可愛いね。で、え、何？いやちょっと熱くない。ビビっただけ。144センチまで入ります。自分ルンルン持ってきたの？完璧だよ。ちょっと持ってゼロに足やる。これできへんって。ほら。いやどう見てもこれは無理っしょ。好きなサイズやったの。あ、これでも超かわいい。テレビ見ないからさ、こんなテレビがインテリアの一つなのに。私の編集デスクがいる。こういうのはしてないけないかな。あ、してるな。めっちゃ楽よ。お、楽よね。ほんまや。意外に背中楽。これはいけるよ、いけるよ、いけるけど、こんなオープンなやつちょっと置きにくくね。これよりはさっきのやつがもっと。いや俺こっちの方が好き。좋은쇼파를샀어야되는데너무편해これの白オーダーしたいんだけど今すぐ来てる。でもさ、あそこでずっと住むんやったらしたいけど今度もし問題ないじゃん。うんうん、完全重要よ、やばい。アクセサリーなんだかな。これが全部組み合わせて。これやん、これが一個やん。パンを花なし찾아가지고사야된대요。で？진짜不便。12。12。何個？これ。これ？これ何個？2個？もうへん。眠すぎる。二人とも足が痛すぎて。まあユンちゃんがヤンキーに喧嘩売りに行ったから。ヤンキーじゃなかったよ。もが줄기다리고있었는데굉장히오래기다리고있었거든요。で、갑자기어떤남자가와가지고새치기를하는거예요저희앞에。그래서제가저희가먼저섰는데요를말하니까목소리잘안들려가지고막이렇게가까이가가지고어뭐라고요하니까니는앉아있었잖아그래서제대로기다리고있으라하면서다짜고짜반말하고목소리도잘들리지않는데진짜무섭게그말하는거예요심지어그말도바로한게아니라굉장히오랫동안저를보다가너무무서워젊은남자였거든요너무깜짝놀랐어진짜포모도옆에서막설명하는데계속이렇게막쳐다보고결국에는포모앞에줄서계시던여자분께서포모가뒤에서있었던거맞다고하니까그사람진짜완전느리느리하게이렇게보면서비켜주고있잖아요진짜왜저래 爪変えようで、めっちゃ。いや、俺、ヌジがいいな、ヌジが。これ、ここに醤油入れる？かわいい。パックお願いします。はい、かしこまりました。ビールアイスバー。うまそう。気持ちいい。これ1個買う。ゆで卵はなんで買ったの？너무힘들어。저는밖에나갔다오면은무조건빨리
렌즈를 뽑고 이 화장을 지웁니다. 그리고 이걸로 지금 거의 반년 썼거든요? 근데 되게 오래 쓰는 것 같아요. 앞으로 반년은 잘 부탁한다. 지금 토모가 마대 소바 만들고 있어가지고 헤르를 하고 저녁을 먹어보도록 하겠습니다. 이렇게 이케아가 오래 걸릴지 모르고 갔다 와가지고 바로 이렇게 조립하고 하려고 했었는데 너무 힘들어가지고 지금 진짜 발이 뽀가질 것 같아요. 그러니까 내일 일요일이니까 내일 조립을 하려고요. 일어나가지고 이렇게 보시면은 토모가 세리시테 쿠레타 파크가 꼬였대. 원래 되게 뭐 봉지 같은데 제가 한 번에 넣어놨었는데 토모가 이렇게 정리를 해줬어요. 제가 여기 일본 올 때 이번에 이렇게 챙겨왔던 팩들인데요. 뭐 제가 국제 택배 받거나 할 때 뭐 이렇게 몇 개 사가지고 넣어달라 하기도 하고 하거든요. 그 중에 저의 최애 팩은 이 노랭이랑 파랭이. 특히 노랭이를 굉장히 좋아합니다. 근데 여기 여러 가지 종류가 있긴 해요. 저희 엄마는 이거를 제일 좋아하시더라고요. 여기도 조금 더 있습니다. 메디엘 팩트. 오늘은 이걸로 해볼게요. 에? 나니 코레 마지데? 다이조부? 에? 코레 온마니 코노 시카타? 응, 아티류. 근데 아브라스 보는 거야. 근데 뭔가 匂이も 헤나 匂이する. 타이킹でも 私 파크 できへんかかな? 네, 잘생각했어요. 근데 토모는 2-3회 してます. 2週間. 何回は目指してるのなんだって。私のパック、トモが全部奪ってる。BTSのなんか忘れてたけど、毎日してるんですから。誰忘れた?いや、違う。イオンとかベトナムとか、なんで韓国人はそんな肌がいいのとか、何使ってるのとかよく聞かれるんですけど、その時いつもおすすめするのがメディールパックだった。 本当にレジェンドよ、どこでも。ミニオンズ見ながらまぜそば食べて。あ、マジ最高。最近ね、ちんちゃんね、ハマっちゃってるんです。もう3見てる。めっちゃ美味しいっちゃん。韓国でまぜそばコンラメンに習ったんですよ。 저도 굉장히 궁금하네요. 뭔가 닌니크의 匂い やばいな. 야, 진짜 맛있어 그래. 오! 야! 야 이거 대박이야. 대박이죠. 그래 진짜 맛있어. 대박. 대박. 속구욕구가 되네. 아 오시오네. 너무. 그래 진짜 오시. 야발. 하마리소. 야따. 미스케타 미스케타. 아 맞지네 유니바 있겠다 미니언. 야 퀄리티 있잖아. 진짜 아침에 딱 그런다 미니언. 소소소소소. 아 진짜. 아 울. 진짜 싫어. 훈제 닭가슴살이야. 훈제 닭가슴살. 이거 얼마야? 나 이거 진짜 맛있다. 응. 응. 오, 이 장어야. 닭가슴살이나 아지가. 여러분 제가 이거 네덜란드에서 먹었었던 건데 너무 맛있어. 여기서 먹었는데 여전히 맛있어요. 유인 씨 너무 기인했어. 파키 갔다. 치즈 테리는 아이스바. 파키지가 좀 작았어요. 치즈 테이크 맛이네요. 아우. 진짜 맛있다. 에? 진짜 맛있어. 바나나 맛있어. 뭐라 해야 되지? 너무 진한 치즈. 하나 둘. 안녕하세요. 똥똥댕이입니다. 아사카라 도로도 못했다けど. 소네. 오소코 오키테 시마테. 이마 좀 아메 후테 크로인데스けど. 키노 카테키타. 이케아노. 상하이상하이스타인동아마이마스 빨리 열어볼까요? 그 방석 소네 여긴이네
問題前に買ったやつがあるんですけど、イゲーが私が使うことでトモは切ったなーよ、なんか薄いなんか、いやこれはトモちゃんが外に置いといたからでしょう。ちょっと外ねずっと放置しててすごくね趣味とかついて置いてるんですけど、とりあえず薄くて何の意味も立たなかったんですよねってことでなど欲しいっつってこれ同じですね。でもトモ椅子が悪い。ユージちゃんはいい椅子にいいクッション使ってて俺はクソ悪い椅子にクソ悪いクッション使ってて、あ、仕方ねえ。まあね、うん。レディファーストということにしてください。ああ、これ何名詞？あ、이거는조명。ちょみた、제가설치를해봤네요。私たちが9ヶ月前に。そうそう、9ヶ月ぐらい前に買ったもの。買った。そう。照明。ついに自分の仕事をするように。はいはい、これはね。あ、진짜、ね、理解ができない。僕、収納大好きマンなんで、これは、まあ、プロテインとか粉ね。大きすぎるよ。そう、オートミールとかね。で、これもガラスのやつなんですけど、鶏肉とか切って保存用のね、タッパー買いましたね。おお、大きいよ。大きくないよ。蓋やねん。え、蓋またあるよ。まあ、安い感じのものでもいいんですけど、ちょっとかっこいいガラスのものが俺欲しくて。意味がわからへん。やっぱ、主婦のこだわりってやつよね。次。あ、いった絶対いた。いった여러분、ちょっと立ちんご。うわ、ほんまにもう腐ってるみたいやん。やばないこれ。あ、今ちょっとマシになった。俺サッカーしてた時もこんなになったことないで、俺。私は足によくこういうできます。気ぃつけな、もう。次。あ、これも。もんでいけ？これあの、オイル、ね、お母さんが買っていいっつってた。いや、お母さんこれに気づいてなかったよね。ここオリーブオイル入れちゃって。いい、オイルはそのままがいいね。どうやって洗うの？洗えるよ、なんとかして。これも、チューブのこだわり。マジで仕事増やしてる。いやいや、こういうのを作っていかなかんよ。また。まあ、調味料とかあるじゃないですか。あるし。じゃあ、あんなダサい。やっぱこういうってね、見て。コンパクトにこう。こういうね、ハムン。あ、これはね、蓋ね、蓋。こうやって止めれるやつでもない。これすごいのが、これでもいけますし、ガラスのね。で、さっきの、このね、オートミールとか入れるってやつ。これにも当てはまるんですよ。いや、こうやって止めるやつならいい。ぴったり入って、もうこれ、ぷいって、滑り止めついてるわけね。はい、これも、これは私はめちゃくちゃ調味料入れるやつ。ユンちゃんとバトルして、やっと、ユンちゃんからね、勝ちを、いぎょった。ユン師範定いぎょっす。お母さんが、まあこれはいいんじゃん、つって、大きいした。ほんまにユンちゃんとね、目を忘れていったらね、本当に俺が欲しいものを買えない。じゃーん。はい。これはいいね。そうそうそう。これは私が買おうっつって。そう、そうそう。僕も同じ意見なんですけど、やっぱティッシュの箱をそのまま置くっていうことはなんかね。いや、いいけど。いや、良くないんだ。もう一個買いました。家に一つあるんですよ、ね。あ、そう。うち、あの、パソコンを何個か使ってるから、いりますね。そうね。iMac、Mac 2つ。2つ。iPad。iPad、携帯したら。IKEA で買ったものは、このね、主婦グッズと、あとは、棚買ったんですよ。そうそう、저기냉장고옆에놔둘탄화를샀거든요。그래서그거를조립을해야돼요。めちゃくちゃ時間かかる。めちゃくちゃ難しそう。頑張ります。クローゼットの中に入れる棚も買おうつってたのに、あれはちょっと意見が合えなくて。そう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 。他のところで買おうと。そういうことない。そんで、IKEA 行った後に僕たちにセリアも行ってきました。なんかこれは、あの、いつもね、こう、僕はお皿とかあるじゃないですか。で、包丁とかね、ポンと置いて、ユンちゃん危ないって言うんですよ、よく。で？だからこれ包丁用の。あー、ちんちゃいらなくね？で、なんでユンちゃん危ない言うてたから俺買ったの。下に入れたら、いや、下に入れる場所がある。いや、それは取りにくいの。아이거는압축팩제가엄마저희엄마한테옷보낼거있어가지고압축팩샀고요이거는본当は이거는2つ布団とかなんか直すやつなんですけど、まあね、夏の服 T シャツとかここに入れてちょっとベッドの下とかに収納しようと思って買いました。다음은제가산건데요이거쓰고있나요쓰고있나요도대체こんなセットやねん。この女の人とかよくこのセリアでね、そうそうそう、セリアでこういう化粧品の収納買ってますよ。저도사봤습니다。근데이거어디서몰라잖아이거그리고이거여러분진짜귀여워見て納豆も出るやつ俺20年間生きてきて初めて見たわこんな使ったこと見たことない。ユニシねちゃんと納豆を食べるんで、こうやって置くこともできるんじゃん。え、ね、そんな嫌なの。くっつくから、ね、そう。あ、これ卵置くやつ。물먹은パップ올릴곳이항상없는데なんかよくゆで卵とか置いてるよね。え、どういうこと？自分にこれゆで卵だと思った？
や、ね、しんちゃんスポンジやん。ニコール私にか、おー、いいやんって言ったやん。いや、ゆで卵なんで。嘘でしょ。ガチ。バカだな。違うよ、これ。なんでこんなしょうもないもん買うんと思って。どうでよくないですか、ゆで卵、卵袋に。終わりなー。お、入った。入るよ、そんな。感動。感動バラ。90度にしても可愛いわ。여러분들이밥통자꾸보인다고하셔가지고밥통치웠어요지금촬영한다고어와이거진짜이이야이거진짜이이야처음에2つ目있는거래이쯤어떠져야지고안탑을이렇게黒이아오めっちゃええやめっちゃいいやんこれすげえすげえディー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 ディはい、ということで作っていきますね。あ、待った。俺どの食べなどの。そうよ。え、食えんの？腐ってないもん。腐ってないよまだ。ほんまにいける？大丈夫よ。こんなお菓子おかずした味俺は無理やわ。なと無理。あ、閉める。え、なにこれ？はーい。なるほど、これが下になるわけだ。え、ほんまに大丈夫そう、これ。ラブーン、諦め。無理だぜ。無理に大悟の。ネガラップじゃない。ほんまに不良品。このネジの、ここの大きさと、明らかに違うんですよ。そう。大きさが。でも、場所は 100% 合ってる。半年合ってる。友が諦めた私は、ちゃんとできた。ほら。こういうの使ったらさ、ここに入れや。こうやって、出入り商品はここに置いといて。机の上に置くん。ティッシュ入れまーす。おー。おー、いいじゃないですか。貧乏キッチン、貧乏キッチンいるよ、貧乏キッチン。またこの貧乏キッチンやーって一人で。ほんまに楽しみにしてたのにさ。やん。ちょけんなよ。一人で。友がもう入れちゃいましたね。これプロテインでしょ？違いました。うん、油めっちゃ飛ぶんだね。今日はマジで超簡単、超美味しい、ね、キーマカレー？マジで超美味しい。そう、ほんまに一時も毎日のように食べてましたね。うん、はい。ってことで、今日はその料理をね、夜分にね、添え張ろうよ。はい。ということで、作っていきたいと。あまいまーす。あー、오늘만들재료입니다。これだけですか？違うっしょ。と、これこれね。뭐야、これ？カレー？カレー？カレーの。あー。これがかな？ネギ好きなんで。じゃじゃーん。ちゃんといつもね、切ってここにやってるんですよ。これだけ。めっちゃ超簡単で、でもめちゃくちゃ美味しい。本当、牛肉使うんですけど。そう、だけのミンチだけになったんですけど。なかったんで、豚と牛肉。今回は牛と豚です。はい、もう牛がおすすめや。まあフライパン温めて、ね、ここに。まあ、今日ミンチちょっと多いかな。まあ食材に風味をつけたいんで、食材を入れてからニンニクと一緒に炒めた方が個人的にはね、ニンニクの風味を生かせるのかなと思って。で、ここにね。肉を。次にパプリカをちょっと入れてますね。このパプリカちゃんを、こうね、ブロックに。パプリカを多く入れてほしい。でもパプリカマジで毎日食ってるよな。うん。いげ、진짜、ほんで、여러분、진짜맛있거든요。ほんまにうまい。うん。私最初食べた時感動やと思う。見た目もなんかいいよ。火を通ってきたら
こんだけ入れて。量は、もう俺いつも買えねえの。で、ルーにはよるんですけど、ちょっとね、水を入れないと、馴染まないんで。少ないんじゃない？言っといて。俺これ何回作ってきたと思ってん。カレー先生。そう、俺カレーうまい。カレーとも。で、隠し味。隠し味なんで、よる分には教えたくありません。でも、今回は特別に教えます。何言ってんの？カルチョシュウケ。じゃん。中濃ソース。中濃ソース？うん。これはこれ。これを、まあ3回しぐらい。匂いかいてみる。あっ。トンカツの、トンカツ食べるときの匂いやん、これ。な、そんな感じですね。ネギとニンニクはマジ最高やと俺は思います。パーがね、パー、ラドワーチ。いつもね、ユンちゃんのだけめっちゃ綺麗にやって、自分で本当にオムライスもそうやな。トモちゃんはいつも私のご飯だけめちゃくちゃ綺麗にして、自分はめっちゃ適当に食べる。もうね、綺麗に盛り付けていきますよ。お皿を汚さずに。最後に卵。근데卵私は入れない方がいい。こうやって。じゃじゃーん。あ、근데이거チーズがなのかな。あ、そうそう、チーズね。チーズが大事なんや。이파마산치즈를마지막에넣어주면핵좀먹겠다열매핵좀매십니다이기마스미쳐이래요こうやって完成です。正直今2ヶ月ぐらいずっと食べてるんでそこまで感激な感じはありません。でも毎日本当に週5は食べてるよね。そうよ。表面だったら全然違う。果実も。そう。うまい。めっちゃ黒かったのに、もともと。よじゃん、なんじゃさらんまにする。はぁ、これはうめぇ。マダガスカル먹고、あ、먹고싶어。いただきまちょーん。いや、すいません。ヘッドンマン。うまいな。めっちゃ美味しい。うん、じゃあ、行こう。一生これ食える。もやばんご。あー、全部食べました。うまそう。エクセレントマシない？エクセレント。Thank you.